いやちゃいます。内情ですので今日もやっていくんですけどね、今日はね、ウォールブレイカーペッカー、やっていきたいと思います。ペッカ工場ね、まあ、ちょっとリメイクして、まあ、ペッカディガポイみたいな感じなんですけどね、前にね、これがコウモリかな、この枠がコウモリとかでなんか流行ったようなね、デッキがあったんですけど、まあそれにちょっとね、変えちゃったよみたいな感じですね。ということでマルチいきたいと思います。はい、なんですけどね、まあ、ウォールブレイカー今日のクララリーグでもめちゃくちゃ使われてましたね。いや、やっぱりウォールブレイカーはね、本当にね、タワーのね、あの2発許しただけでね、タワーの3分の1持ってくるんですよ。だあれ3回当てりゃ勝てるんですよね。そうそうそう、なんで、いや、これはペッカでいいな、正直。マスケで、実写ですか？実写じゃないです。とりあえず、マジアチャを当てていき、で、この辺は、ネクロはね、ポイズアップで死ぬので、まあ、ファイズアップでも死ぬんですけどね。おーおーおー、なるほど。ドライヤーをしていく感じね。はい、で、まあ、これはキング起動できない位置なので、うわ、そっちまで振り向くんかい。で、とりあえず、はい、エレキですね。いやー、これやばいな、ちょっと。よいしょ。まあ、ダクプリを出して、オッケーオッケー。まあ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 。いやー、それはだるい、それはだるい、それはだるいけど、もう一発、オッケー、センキュー。これ、ザップで、一回逃げるかな。でもって、ですね、とりあえずこれはボアマジックアーチャーでもね、これファイボータルちゃんでね、正直逆サイドがいいっすね。でウォールブレイカーこうつってディガーを出していくって感じでいいと思いますね。ワンチャン逆サイはそのよいしょ、オッケーオッケー、いい感じよ、いい感じ、よし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 、そっちに咲かせられたならば、ちょ、三川さん今動画撮ってるんで、動画撮ってるんで今、はい、はーいじゃないよ、ドライヤーしてるんじゃないよ、なんでするんよ。とりあえずポイズンをやって、あーどうしようかな、これでディガ飛ばして、いけ、うれ、オッケー、いいね、これで結構ペース持っていけますね。でペッカ次ジャイが来た、あ、ロイジャイか、マジアチャ出していき、もう一回ねリズム作りたいですね。でこれにエレキ合わせて、はい、ではこれは、うわー、マジマジか、これ今日のリーグでもめっちゃボールブレーカーって言われてたね。めっちゃ多かった。あー、やばい、マジで、あれ、なんかコメント欄にツイッターだっけな、ライフからストさんが、ボールブレーカー出すたびに真似するロワイヤルやってくんないかなって言ってて、ちょっと、きつい、ちょっときついあー負けたわ、ミカさんがドライやってたから負けたわ、ごめんけちょっとでやってや外でなんでここでやんの。とりあえずこれで、ネクストマジアチなんで、ウォールブレイカーがあるので、あーペッカ完封できるかな、これお、学校がないんだね。やっぱペッカかな。とりあえず、ゴブ出したから刺さりそう。あー、ファルチェー、これ、一往復、かわせ、かわせ、かわせ。あー、あー。とりあえず、ダクプリ。出して、とりあえずそれで、どうしようかな。マジアチャーがいいのって、これホグ来たらエリキを即当てしたいが、よいしょ。これで、なんか追い呪文来る前に、ゴブ来たらザップと。うれ！
なんでなんでウッドまで打つんだよ。ゴムだけでいけると思い込むでしょ普通。まあ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 、とりあえずオッケーオッケーオッケー。で、ファルチェ、ファルチェがあった。そうでね、多分ネクロのこの湧き方をね変えたのがね、トリトン対策説があるんですよね。そのトリトン横から引っ張りたいんですけど、ネクロねどの方向からも引っ張りにくくなっちゃってるんですよね。ちょっとディガーなんで逆から攻めます。なので若干ねワンチャンファルチェ来るか。来るね。オッケーオッケーオッケー、それは美味しい。先行されてなかったらちょっと痛かったけど、オッケーオッケー。いた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 、うれ、オッケー、来た。オッケーオッケー、いけ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 、ちょっと邪魔だけど、これで頭にバルキリが来たらオッケー、これいける、よし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 、これファルチしかないからオッケー、いいよいいよ。バルキリーまだ温存されてるんで一回ステイですね。よいしょ。これに今ウォールブレイカー出したらちやられちゃってたんで、ケツペッカーアド取ったんで、ね、でこれ多分ファルチ合わせてくるんでポイズン打ってマジアチでぶち抜きたいですね。はい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 、マジアチでぶち抜いてポイズン打ってワンチャン逆サイバルキリーホーグ、オッケーオッケーオッケー、そのくらいなら許容しようかな。よいしょ。で、ディガー。ワンチャンこれトルネが来るんで。オッケーオッケー。ああ。これで、ワンチャンバルキリーホグ、相手からのワンチャンバルキリーホグクエイクなので、それ警戒していきたい。はい、そこに出した。でもう一枚ここに引き出せるかなって感じなんで、オッケー。なので、もう一枚引き出してからペッカですね。で、ここにワンチャン、めんどいな、それ。オッケー。死なないパターンね。で、またバルキリーが来るので、こっちでしばいて、今ゴブリンしかないので、オッケー。結構いってるよ、いいよ。これはホグワンチャン来るかなって感じですけど、いけ、ゴブリンしかない、うれ、いけいけ、よし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 、あそこでウッド打たしてね、見えりない状態のディガー完璧でした、ありがとうございます。いいよ、ボールブレイカーがいいですね。初戦ってか負けたわ、そういえば。やばい。まあ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 。ウォールブレイカーマジで強いんですよね。このさ、セパでもさ、そんな絶対2エリ以上、ってか固めてもセパでも、絶対に2エリ以上引き出せるっていうのがね、マジで強いんですよね。じゃあセパパターンやってみます。セパパ。あー、セパしなかった。させなかったです、今。よいしょ。一発入る。キー。ゴブリンコウモリってことは、なんだ？白ギカーだ。逆サイも攻めつつ、あーなんだろう、何迫撃だこれ、そういうね、そういうパターンね。ってことはディガーだったらつなげられるかワンチャン。いやー、いい、だるい、それはだるい、もう何もできないので。あー、ザップ打てばよかった。あー、ザップ打てば今、てかカンストウォールブレイカー何ダメージ与えるんだろう、知らんかった、そういえば。ファンストウォールブレイカー、まあ3分の1なんで、だいたい1000、1体500後半とか、そんなもんかな。そんなもんだと思うけど、550とか。これだるいなぁ、ちょっと。これ絶対バルキリーで受けられるから、はい。エリキで竹替え。よいしょ。で、コウモリからの
ホグ来んの？ちょっと悪いからこっち投げちゃおう。ホグ来んの？うい、いけ！よっしゃい！センキュー！何ダメージ与えたか分かんないけど、いやこれでもまあいいや、これ出しよう、これ守る。よいしょ。えっ、危なー、やばいやばいやばい、もう攻め迫撃がねだるすぎてやばい。そう、ゴブリンしかないでしょ。でこれバリキリが来る。ここでですね、デスペッカいっちゃギンと、うえ出た。マジっすかそれ。やばいやばいやばい、普通にやばい。守る手札がない、もうねキング行くしかないですね。これよいしょ、守れ、いけいけ、あーいけない、いけ、頼む、きゃ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 、検証、ペッカウォールブレイカーあまり強くないかもしれないです。ウォールブレイカーはね、昨日紹介したメガナイト型とが2つ、あ、あとこれですね、今日リーグで使われていた、細かい型とメガナイト型ね、2つあるんですけど、俺はねちょっとペッカを使いたいと思ってペッカウォールブレイカーを使ったんだけど、俺のデッキ組むセンスがなかったかもしれないです。多分ね、でもテンプレとして今までのね流れからして、メガナイトのテンプレが生まれるときは大体ペッカのテンプレ、同じようなデッキのテンプレが生まれるんでね。ただもうちょっと俺が作ったのよりもうちょっと強い方のエボールブレイカーが生まれるかもしれないね。ぜひ、多分これもちょっとは強いと思うんですけどね。まあ、ぜひ、気になった方は使ってみてください。ということでね、またペッカボールブレイカー見つかり次第すぐね、もうすぐ動画に上げたいと思います。ということで今日はまで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。